ザムトゲマインデ・エッシャースハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ホルツミンデン軍に、かつて存在したザムトゲマインデで,である。本部は、エッシャースハウゼンに置かれていた。中ビク山地のエルファス山地、ホーグラー山地、イート山地、ヒルス山地がエッシャースハウゼンを取り囲んでいる。この地域は、ベーザーベルクラントの中央部にあたる。 ザムトゲマインデエッシャースハウゼンは5つの市町村で構成されていた。ディールミッセン、アイメン、ホルチェン、デューアーディッセン、エッシャースハウゼンである。2009年10月12日にザムトゲマインデエッシャースハウゼンとザムトゲマインデシュタトールデンドルフの議会は、両、ザムトゲマインデを合併することを決議した。2011年1月1日に、両、 ザムトゲマインでは合併し、ザムトゲマインでエッシャーイコールスタトールデンドルフが成立した。これにより、ザムトゲマインでエッシャースハウゼンは廃止された。歴代のザムトゲマインで町を列記する。エッシャースハウゼンには、基礎家庭学校とエッシャースハウゼン市及びザムトゲマインデが運営する、本家庭、実家学校のビルヘルムラーベイ学校センター、エッシャースハウゼンがある。 これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。